2023明治安田生命 J1 リーグ第2節湘南ベルマーレ対横浜 FC の一戦もお楽しみいただきます。会場はレモンガススタジアム平塚です。湘南ベルマーレのメンバー開幕節と同様です。今シーズンもこれまでと同じ352を採用しております。アウェーゲームになります。横浜 FC です。4231という並びで今日もゲームに臨みます。さあゲーム開始の笛とともに全力のスプリントで行きました町野です。長いボールでひっくり返しに行った横浜 FC、 いきなり小川に入ります。セカンド拾った、セカンドボール繋いで小川シュート、オフサイド、フラッシュが上がっています。立ち上がりわずか15秒での先制点かと思われましたが、小川航基フラッグが上がりました。ゴールチェックが今行われているところです。ここはないですね、はい、ないです。ここだったらないですね。ですね、認められれば2018年以来 J1 でのゴール認められました。先制は横浜 FC、 開始十数秒でのゴールになりました。驚きの展開ですね。ない、先制ゴールの VAR レビュー映像です。このタッチの左足がオフサイドラインになりました。タッチでしたね、はい。かわしましたけど、はい、足早かったですよ。さあ小野瀬から大橋、頭で落とした町野、切り返しから町野、シーズンファーストゴール、町野シュートです。いや今度は大橋がアシストですよね。競技の2トップ、前半のうちに追いつきましたベルマーレ。まあ、今あの湘南側の右サイドからまあここのプレスをうまく剥がしたのがまず一つポイントで、あとはここは丁寧なパスが入って落としてうまく切り返しながら相手来るので少し振るのは怖かったかもしれませんけども、うまく振り抜きましたね、はい。井上左を使って坂本クロス、セカンドボールに反応したのは中村匠、入れ直します。ファーサイド小川のヘッド落としてボレーポスト、和田は逆サイド、おーっとオンゴール、信じられないオンゴールが生まれました。和田バックパスを受けるためにあえてゴールの枠を外したゴールキーパーで、和田はサイドチェンジをしようとしたんでしょうけれども、これそうですね、はい、多分中途半端なキックになってしまったんでしょうね。ラウンド外に出そうとしたんですかね。ましたらそのまま入れます。ファーサイド真っ白が来たポスト、また回り込んだ町野、今度はボレーで合わせました。もうこれはララインターセプト、カプリーニ中に入れた、近藤落としたボール、カプリーニソンボン君です。やっぱりインパクトありました、左足を行く前ですかね。ベカ中村のクロス、ヘディングシュート、小川の頭高かったですけどね。高かったですし、やっぱり外から入ってくるボールに対して1回バックステップ踏んでやっぱり前に入ってくるときは迫力ありますね。ヘディング、また小川航基です。
J2 の得点も J1 でもエンジン全開、まあ、うまく前がブロックしてくれましたけども、やっぱ高さはありますね。ちょっと後ろからここ入っていくときのオーバーはやっぱり脅威ですね。まあ、交代した直後で湘南もマークの確認とか、まあ、そういうことがうまくできなかったのかもしれませんけども、はい、前時間帯で取りましたね、MC は。まあ、まだでも同点ですからね、湘南からしてもね、はい、走り込んでいきます、ヘディングこぼれ球、拾ったのは町の折り返し、もうさらにこぼれてボレー、まだあります、タリク、さらに拾ったのは町の、もう倒れますが PK、ターンはしましたけど、どうでしょう、中村拓海の足ですけど、エース町の PK 獲得。さてこのまま PK が確定すればキッカーはもうボールを掴んで離さない町野になりそうです。準備はしてるけどまだ確認中ね、はい、でこの場合っていうのはキッカーはすごく嫌なんですよね。嫌だと思う、はいはい、あオフサイド、オンリーレビューでオフサイド、まあ、PK の前にオフサイドがあったということです。そうですね、ゴールキーパーが前に出ていますので、はい、守備側競技者がタリクの前に1人しかいませんでした。さあ前に人は揃ってます、湘南、小野瀬逆サイド、おスリップしてつながった、シュートだー、うん、決定機でした、山田直樹。試合終了、打ち合った神奈川ダービー2対2ドロー。湘南は連勝ならず、ただ横浜 FC も初勝利ならず。